なんかあのスパに小林慶喜さんの漫画の「ゴーマニズム宣言」でまたね壇野恵子さんが「Y 染色体の話題で神武天皇から Y 染色体を継承するものだけ天皇のね資格があるという形でまあこの女がこの継承すると女系になってしまってねまあ日本は終了しますという形でえ歌いでいてただまあそもそもこれまでね女性天皇は存在しているしそもそもこの昔からこの Y 染色体なんて 知っ,てたのかって形で愛子さまが、ね、結婚して子供を産んだら、まあ、その子はこの女系になってしまうので皇族、まあ、ではないっていう形の主張で愛子天皇は絶対に阻止っていう形での考え方で、うん、ただまあその女性天皇の子供が女系であれば、まあ、これまでも元明天皇から元正天皇へ、まあ、継承されていて、はい、まあこれはその母親から娘へ継承されているっていう形で、うん、えまあつまりこの女系っていう形で女系て まあそしてまあこの科学のことなんてね、まあ、昔はこの知るはずもないしこの Y 染色体もまあ知らなかったっていうことで、うん、まあこれにこのヨシリンは Y 染色体ならね、まあ、ワシも持ってるっていうことでほ<う>まあこの男ならね誰でもこの Y 染色体をまあ持ってるって形ではい、はい、ヨシリンの Y 染色体と神武天皇の Y 染色体の違いは何ですかって形でね言うとまあ誰もね答えることができないって形で、うん、えまあ Y 染色体にはね 神様のワークはないんだよって形ではい、はい、えだからまあその Y い染色体を見てもね、まあ、これはその神武天皇のまあ子孫だってことはわかんないって形でーまあホームレスもね、まあ、神武天皇も同じね Y い染色体っていうことで、はい、まあこの生物学者の福岡真一氏は Y い染色体は飛脚の野望にまあ過ぎないって形で言っていて、うん、まあこの人物はこの青山学院大学教授で ロックフェラー大学の客員教授も、まあ、勤めているという形で<う>、まあ、この「生物と無生物の間」っていう本とかもロングセラーになっていてこの竹内久美子もね動物行動学が、まあ、得意分野だったらね、まあ、Y 染色体のことは知ってるはずですけども、うん、竹内久美子はあくまでもね、まあ、研究者で、まあ、学者ではないといて形でこの福岡教授によると Y 染色体っていうのはね垂直継承だけじゃなくて 水平拡散もまあ考慮する必要があるって形で<う>まあつまりこの神武天皇の Y 染色体を受け継いだ男子皇族たちの子孫っていうのは多くの異性と接種してね、まあ、これ何万の規模でまあ拡散していたはずって形で、うん、まあつまりね Y 染色体っていうのはありがたかったりするものじゃないっていことで逆にこの母親をたどっていった方が昔のね祖先とかが分かるって形で、うん、まあ女性のねミトコンドリア DNA で。 祖先の人類が分かるってことで、はい、日本人の祖先が北京県人ってことも分かっている形で、<ー>この Google ググスとかでもね、2万年前の地球が分かるってことで、うん 海の色が、まあ、薄い部分が、まあ、昔はこの陸地だったよって形でそこでつながっていて、まあ、中国と日本もつながってたって形で<う>まあそれでまあ一番最初に発見したのが中国人だったから北京原人って形でなったのかは分からないですけどもこの母親の祖先をたどった方が、まあ、祖先は、ね、分かるけども、うん、Y 染色体では何も、ね、分からないって形で<う>まあこの神武天皇の祖先を科学で証明するのは無理でね、うん、決して8代といって第2代から第9代までの 天皇っていうのは寿命が130歳以上の人もいるんで、今でもね世界最高年齢になるって形で、まあこれがねどう考えてもおかしいだろうって形で、だからまあ九代までの天皇は少なくともね。 おかしいだろうっていうことでこの「Y 染色体」とね科学で言うんだったらそもそも神武天皇よりも前がまあどうなっていたのかね科学でも証明がまあできないってい形で、うん、まあこの「Y 染色体」を遡っていけば「Y 染色体」の断形がね到達をするのはラミダスエンジンって形でなるっていうことでまあそもそもこのね天皇はこの「科学」じゃなくて「 神々が祖先だからね、すごいっていうことで、ちなみにこのベルダットっていうね雑誌の天皇の絶対性を揺るがす皇族の学歴とまあ信仰っていう記事をお取り寄せしましたけれども、うん、まあそこでまあ久様に関してのことがまあ書かれていてね、<う>まあこの学歴に関しては、このダーウィンとかアインシュタインとかエジソンの話をしていてね、この相対性理論のアインシュタインは、子供の頃に、 勉強ができなかったんだけれども、大人になってからね、歴史に残る大発見とか、大発明をして、偉大な功績を残したって形で、そしてまあアインシュタインは、学校はね、知識を押し付けてきて、湧いてくる知恵を損なったとして、学校有害論を唱えて、で、小学校を退学って形で、そしてこのエジソンも今でいうところの発達障害で、小学校を退学させられて、無学な母親を家庭教師として、想像力という知恵を、 鍛えたって形になってて形なますけアインシュタインは、ね、勉強が役に立たない理由を、まあ、答えが、ね、用意されているからって形で、えー、答えていてこの答えを、ね、暗記することも死んでる知識でしかないってこ、うん、まで答えのない通りに向かうのが生きている知恵っていうことで学ぶだけでは、ね、創造的な知恵を得ることはまあできないということで小学校を辞めさせられたエイジスも、ねまあ、家庭教師は母親って形になっていて天才とは1%のひらめきと99%の 努力って形になってますけども母親はこのエジソンに何もね 教えることができなくて自分で、ね、考えなさいっていうのがまあ口癖だったってことで、うん、まあそれでまあ自由に、ね、考えて天才になったって形でなるほどだからまあこういった、ね、偉人に協調することは勉強する努力は無意味だよってことで、まあ、その天才になったって形でそれが被災者も勉強して、ねまあ、天才になるような形の設定にあなってるんじゃないかっていうことで <laughs> まあつまりこの何かの、ね、分野を極めたければ、まあ、答えが分かっている勉強が一番と思われていい形で日本文化の原点っていうのは大陸が当時はね繋がっていって 中国だったかもわからないけども、うん、まあそれはまあ取捨選択して日本独自のものへまあ作り変えてきたって形で、うん、まあその代表的な人物っていうのが聖徳太子で、まあ、現在この馬宿殿御子って形で呼ばれてる人物で、はい、まあ律令体制とか仏教を輸入しながら中華思想とか作法体制を拒絶して中国の皇帝に独立宣言を送りつけたって形で。うん まあ、つまりこの中国の周りの国をね古文とみなす関係を作ったけども <laughs> あその日本はね独立をして、まあ、朝鮮は、ね、中国の古文という形になったという形で中国の悪い習慣が入ってこなかったのは天皇がねいたからという形で、うん、それからずっと鎖国状態で。 明治維新にヨーロッパ化と第二次世界大戦でアメリカ化って形でなっていて、それがね、今の日本って形で、うん、えまあ確かにこの中国とかね、朝鮮っていうのはまあ学歴主義で、その韓国とかも受験戦争とかでまあ警察がね、出動したりとか、あ<ー>まあそういう形でニュースがありますけども、はいまあそこまでの文化は日本はね、受け取ってないって形で、うん、まあこの学力主義とかテストの競争っていうのは、 究極の、ね、個人主義で天皇陛下は、ね、個人を超越している存在なわけだから、うん、最もこの不必要な存在ということでこの学歴にこだわる悪姫家はね、まあ、まさにこの天皇という存在から一番ね、まあ、かけ離れた存在ということで <laughs> まあこの週刊誌とかテレビではね <laughs> 東大王とかそういった番組とかも多いですけども週刊誌大好きな美智子様がま久、あ、しのね学歴にこだわって菊子様に東大へ行かせるように。 言ってるのか<ー>ただ単にこの子さ様がね、雅子様にライバル意識を持っているのか、<ー>どちらにしてもこの皇族にはね、まあ、学歴は必要ないという形で、確かにまあこの日差し様まを天皇陛下にしたいのであれば、今最も重要なことは学歴じゃなくて人格なんですよということで、ただまあその人格に、ね、関するこの話題というのは全く、ね、報道されないという形で、いいこの紀子様まがこの日差し様をアピールしたければ、友達とね、うん、遊びに行たい。 話題の方が一番ね、ああいいっていうことで、うん、ああそれがこの職員とトランプをして。 マイナスな話題ね、まあ、友達との話題がね全く出てこないって形で、うんまあ、好きな話題とかも友達とね行ってる様子じゃなくて一人でね相いてることになっていてあ、はいまあ、その写真もね映像すらも、まあ、出てこないって形で、ね、あそれでまあその週刊誌の報道ではこの久しさまは近くの駅まで行ってね、うんまあ、車で行ってそこからマりにね歩いて投稿されてるって形でなってますけども、うんまあ、これだったらその誰かね久しさまを、まあ、殺害してくださいって形でお願いしてるようなものでまあ <laughs> <laughs> まあこの安倍晋三首相の二の前になるという形で、うん、まあそして、悪島家もね問題で、まあ、この悪島ご夫妻はこの久しさまの特別扱いを望んでおられないという形で発表していてでも、この現状はね、久しさまは将来の天皇陛下になられる人物という形でされているわけで、まあ、個人ではないということで、ね、将来の天皇陛下を特別扱いせずに万が一のことがあったらね、まあ、悪嶋ご夫妻はどう責任を取るつもりなのかという形で確かにまあそして、悪嶋さんはね、まあ、その天皇陛下の大乗祭の儀式について。 国費ではなく、ね、私的な活動費で賄うべきという形で言ってましたけれども、うんまあ、そしてね、これに応じなかった宮内庁にね、非、えー、難をされたという形で、これがね、どれだけこの問題発言かっていうと、まあ、これだけでね、悪循環器がね、まあ、敗着になってもいいぐらいな重大な事故ということで、うん、まあこの大乗祭に関しては、まあ、日本の、ね、歴史的な祭祀で、天皇はその祭祀ということで、うん、GHQ の浸透指令を利用して、共産党らがね、同祭祀を国事行為から、まあ、 はずしたって形でこれを受けてね、秋田様のこの大乗祭を天皇家の個人的な行事って形でしたってことで、秋田、うん、様のこの共産党思想になぜかね、この反共産主義の安倍派閥がまあ久しぶりに推しているって形で、えー、ちょっとまあおかしな構図ができてますけども、秋田、ね、様のこの憲法重視と個人主義的な考え方は今もね、まあ、変わっていないって形で、はいはい、これ、眞子さんの結婚もね、両性の合意のみに基づいてって形で結婚を認めて、うん、まあそれがね、まあ、憲法が適用されない皇族がお持ちなのは、 この選挙権とかね、宗教選択の自由ではないかということで、内閣総理大臣とか最高裁判所の任命とか、憲法とか法律などを交付する超越的な貢献で、うん、公人は、ね、憲法で規定されている個人とは区別されなければいけないという形で、うん、そしてこの天皇はね、えー、神道という神話構造の一部だったとっいうことで、まあ、この天照大神を中心とする多神教という形で、うん、まあこの天皇の、ね、権威の根にあるのが、まあ、神道で、 神道ななくしてははね天皇はありえないわけで戦後このマッカーサーは日本をね、キリスト教の国にしようって形で、うん、アメリカからこのリベラルアーツカレッジを移入して、えー、大勢のね、宣教師を日本に呼び寄せたって形で、そしてそれが現在の ICU ってことで、うん、まあこのマッカーサーの思惑では、えー、国家神道を禁止された日本人はね、キリスト教に入信するはずだって形であったんですけども、はい、ただまあ日本ではね、1%しかいないって形で、戦前と戦後ではね、 まあ変わらなかったって形で、まあ、この神道や天皇皇室は宗教じゃなくて民族のふるさとだったってことで、はいはい、国民の半数を超える無宗教の人間が正月にね、まあ、神社に参拝するって形で、うん、無意識的な信者っていうことで、ただまあま、岡さんとね、佳子さまに関しては ICU に入学をされたって形で、ね、まあこの神道ではなくて完全にね、キリスト教の ICU っていうことで、これもこの安島県にね、高等が移るとまあ危険な状態で、被災者もね、もしかしたら女性が多いっていうのと、 ア島家がキリスト教っていう理由で ICU にね進学する可能性もあるんじゃないかって形で、ただまあその学習院大学にもねあの現在、この反日勢力が入り込んでいるということで、この福島みずの方もね客員教授をしてましたけども、現在、この東京大学名誉教授だった佐藤がま学習院大学の教授に就任って形で、この佐藤の根担っていうのは学習院をね、 反日にするここととだってことで、うん、東京オリンピック・パラリンピック反対のオンライン署名とかの呼びか確認でもあるって形でそれでこの日中間の文化交流を専門とする諏訪教授を学習院の教授に呼びをしたって形で、うん、まあそれでまあ学習院の校内新聞ではね学習院の教育学科ではねあ第二言語で中国語もしくは朝鮮語を まあ義務付ける予定という形で、まあ、そういった形でまあ対談をしていて、うん、まあこれは皇族を訪、ねまあ、中とか奉還させて頭を下がさせることが目的という形で、<ー>歴史認識も、ね、あ同じにしようということで、日中間と同じね歴史教科書にしていこうという形の方向に持っていっているという形で、はい、まあこの学習大学が左翼志向に動いているのは、東大の左翼人脈とかをどんどんね、まあ、学習に送り込んでいるという形で、うん、東京大学には結構ね、その左翼勢力とかで、 この反日志向とか、反皇室の人間とかも多いみたいだし、この学習院もねこの愛子さまが学ばれている文学部、日本語、日本文学科以外は徐々に汚染されていってい形で、いろいろとこ日本とかもね危険な状態で、久様がこの東大に行くのも問題だし、ICU も問題だし、学習院も日本語、日本文学以外はいろいろと危険な状態になっているとい形で、いろいろとね、 あ問題があるって形で、まあ、ちなみに、この昨日はね、まあその子さ様の10億円豪邸一人暮らしが、ah ね、ヤフーニュースのトップ記事で掲載されてましたけども、両親もね、出、ま、禁、あ、状態っていうことで、うん、まあこの女性セブンもね、佳子様の記事を書いてましたけども、この真子さん秘密の帰国部屋ていうことで、うん、過去様といえばね、真、ま、子さんの結婚騒動でずっとね、まあ、この味方で、姉はこれまでもこれからも自分にとってもね、 まあまな存在ですって形で断言されていてね。まあまあ姉妹ですけどね。そうですね。まあこの眞子さんはね、まあ、ニューヨークではこのカジュアルなスタイルは多いけども、うん、まあバリエーションは少ないっていう形で、海外のメディアからね、黒いシャツにデニムばかりを着用って形で報道されてね、うん、ユニフォームのようだって形で報道されましたけども、この渡米の時もね、まあ、機内に持ち込めるだけのサイズのね、スーツケースとトートバッグだけだったって形で、うん、後からまあ送ってもらう予定にしたのかは分からないですけども、うん、まあ実はこの眞子さんの洋服とか私物 現在も赤坂御用地内の佳子さまがね、1人暮らしをしているご家具緒にあ残されているい形で、はいまあ、この赤児島ご夫妻とね、日差し様は荷物を持ち出しているよう,ようですけれども。 まだね、この寝起きとかはま合格しよっていう形で、うん、結局ね、まあ、その一家でまあその引っ越しが終わってないという形で、うん、ただまあ、その過去様に関しては一切ね、まあ、引っ越しをする気配がないっていうことで、うん、まあ、このね、秋篠宮ごと久しさまが自分で引っ越し作業をやってる理由としては、まあ、職員をね、まあ、信用してないからなんでしょうけども、はい、まあ、自分たちがこの御料牧場にいた時に、まあ、このライトバン2台で、 まあ野菜とかねフルーツを略奪したように、うん、まあ職員もね略奪癖がまあついているんじゃないかという形でまあ信用していないということで、<laughs> そして、の合格書に関しては、職員の事務室としてまあ活用されてね、うん、支出部分をまあ収蔵庫として使う予定という形で発表されていましたけれども、この収蔵庫を辞めて、秋篠家の支出としてそのまま,ねまあ残すという形でまあ正式に決めたという形で、佳子さまあこのはねあ一人暮らしの決意の裏には、眞子さんが帰ってきた時のためにという形で、 えー、書かれこのね合格書にはこの眞子さんが結婚する時まで、まあ、暮らしていた、まあ、実質があるってことで結婚してからね、まあ、実質にこれ置きっぱなしだから帰ってくる気満々でねそれを、まあ、秋篠宮ご夫妻も。 ままああ了承して、うん、で、まあ、それで倉庫にするつもりもさらさらね、まあ、なかったんちゃうかってことでいい最初からまあそしてまあその佳子さまの一人暮らしもね了承してたんちゃうかってことで<ー>まあこの佳子さまがね眞子さんがいつ帰ってきてもいいようにまあ見守ってるって形でね <laughs> いいようにまあ解釈してましたけれども <laughs> <え>ああいろいろとねまあそのちなみに、ね、この小室圭に関してはね まあこの弁護士登録を済ましてね、まあ、この本格的に仕事を始めたと見られてますって形で、嘘ばから書いてましたけれども、おおまあこのね、弁護士登録を押さえたらね、当然、検索とかで出てくるし、ね、まだこの宣誓式も終わってないしね、この正式にはこの弁護士にはなれてないんですけども。 正式な弁護士が無理という形で分かったから、ね勝手に正式な弁護士という形の設定にしてきているのか、それは分からないですけども、日本で国際弁護士として働かせる計画があるのかなという形で、法務助手時代とは比較にならないほど多忙な日々を暮らしているということで、弁当士としても評価を抑え出したのかなということで、こあね本格だけ任されているのか分からないですけども、マクさんとしては結婚すればずっと二人で、 ああ一緒にいられるって形で思っていたでしょうから、はいまあ、寂しい思いを そういうのも無理かなり眞子さんをバカにした記事でしたけどもつまりこの眞子さんがまあ弁護士になってニューヨークに、ねまあ、拠点を作ってって形でお願いしたけども、うん、あ弁護士でねその忙しい仕事だってことは知らなかったっていうことで、えー、まあこいつかなりバカですよってことは、ね、まあ書いてるんでしょうけども <laughs> まあそれでまあそんなことをね知らなかったバカだから、ねまあ、精神的に押し込んでるんでしょうってことで、うん、小室もまあそもフォローも必死だって形で抱えてましたけども眞、ね、子さんはねこのメトロポリタンで働きだして てる設定みたいですけども、うん、ほとんどね、自宅に引きこもって、ネット検索とかね、自宅でできる仕事をしかまあ任さないという形で、リモートでできることなんで限られてますからね。そう。で、まあ、この眞子さんはね、日系人会との関係とかも立っていてね、うん、まあ小室家は仕事ばかりだから、眞子さんがね、頼れるのは、ま佳子さまだけだろうということで、まあこのワクチン交際の眞子さんは、冷静状態で、まあ、直接ね、連絡もできないから、はいはい、連絡ができるのは、 かっこ様だけでまこさんがねま帰りやすい環境を作るためにかっこさまあ、がね10億円の豪邸で一人暮らしをしているんだろうとかですね <laughs> えー、書かれてましたけどもそんな状態だったらそれはもう戻ってこないですけどねまこさんもそうですねお<ー>まあ今後ねアクシメキャがどういった展開になっていくのか皆さんのね、えー、コメントとかも思われてるしいですねそうですねぜひコメントくださいあとチャンネル登録まだにしたら登録の方お願いしますよろしくお願いします